自分割り多重化とは、一つの伝送路において、複数の異なる信号を順番に伝送することにより、多重化を行う通信方式である。時間分割多重、時分割多重化・時分割多重では、複数チャンネルのデジタル信号や符号化された音声信号などを順番に並べて送信していく。例えば、図のように4チャンネルの信号を8ビットずつ配置していくと、 チャネル1の信号が8ビット続いた後に、チャネル2の信号が8ビット、チャネル3の信号が8ビット、最後にチャネル4の信号が8ビット並んで、また、チャネル1の信号から順に配置されていく。このように、各チャネルの信号が決められたビット数ごとに、繰り返されることになる。この1巡りのパルス列をフレームと言い,い、繰り返しの周期を示すために、フレームの最初には、 フレーム同期パルスが挿入される。遅延なく伝送するためには、伝送速度はすべてのチャンネルの合計値を超えなければならない。例えば1チャンネル分の伝送速度が 64kbps の信号が4チャンネルを多重化した場合、伝送速度は4倍の 256kbps 以上にする必要がある。送信側では多重化装置を用いて多重化を行い、 伝送路にて伝送を行った後は、受信側で分離装置を用い、多重化された信号を各チャンネルに分ける。送信側と受信側の同期を取るために同期信号が加えられる。また、衛星通信では干渉を防ぐためガードタイムを設ける。信号の変調方式には、位相変異変調や直角位相振幅変調などがある。 実際の通信システムでは周波数分割多重化と同様に階層的に多重化を行う。このことをハイアラーキ、デジタル信号の場合を特にデジタルハイアラーキという。まず上のように各チャンネルの信号において自分割り多重を行う。これにおいて生じたデジタル信号を一次群とする。次にこの一次群の多重化信号を 数チャンネル多重化して二次群信号を形成する。このように順次信号を多重化し高速のデジタル信号にしていく。デジタル通信網においてはこのようにして多重化された様々な階層の伝送系を必要に応じて接続していくことで構成される。しかしこの階層構造は国によりまちまちであったため国際間通信の活発化により 階層構造を世界的に統一する必要が生じた。その結果、生まれたのが同期デジタルハイアラーキである。伝送路を能率よく利用するためには、複数の信号を同時に伝送することが考えられる。そのために多重化の手法がいくつか考えられた。アナログ信号の場合は、信号の周波数をずらして配置する、周波数分割多重化の手法が取られたが、 周波数という概念がないデジタル信号の場合、周波数分割多重化の手法は不可能であった。そこでデジタル信号を時間的に分割し多重化していく方法が取られた。ありがとうございます。